もバランスが。いい加減にするっちゅ。いつまで待たせれば気が済むっちゅか。そうせかすな。全国民の前に姿を見せる大舞台なんじゃ。むさいおっさんの髪型なんてどうでもいいっちゅ。急いで帰ったところでと。おいらは気が気じゃないっちゅ。こうやってグズグズしてる間にあのド S 女神がローからぬ無用なし。いくら女神どもが束になろうと。ああ、ネズミさんまだいたよ。ぎゅー、やっぱりどうやら大事ね。女神ども、まあ牢に閉じ込めたって時点で言われてみればわしと。だから言わんこっちゃないっちゅ。おい、そうは問屋がおろせないわ。はーい、それはーい。ネズミさん中華まえだぎゅー。は、離して。は、暴れちゃダメ。おいらをどうするつもりっちゅか。しないわよ、そんなこと。か、そういうこと。その男が自分の悪事を洗いざらい白状する間。ちぇ、そういうことか。覚悟しろ、てめえだけは絶対許さねえ。おー、怖い怖い。しかし、あれほど意味嫌っていたね。うるせえ。こうなったのもてめえのせいで。別に私はルビーの女神に協力。私自身があなたを思いっきりぶっ飛ばしてやりたいだけよ。まさか女神4人を敵に回して無事に済むとは思ってないでしょ。降参するなら今のうちよ。ぐん。ダメよ、降参なんてつまんない。ネズミさんだってどうせなら私が優しく小豚ちゃんを押し付ける絵が撮りたいわよね。もちろんちゅ。本当にいいのかの。はあ、何って。確かに全国のお茶の間。そういうことではない。三人。ネズミさん、ちょっとグズグズしてないでさっさと変身しなさいよ。変身でしょうな。さき、いやはや信仰がなくては変身もままならないとは。だったら何だって言うのよ。そうした場合、結果ルビーは自然消滅し。ブランちゃん。女神自身の手で。どうすんのよ。もうルビーがどうこう以前にとにかくこいつぶ。そうね、そういう冗談は。ネプちゃんってば、私のこと分かってきてくれて嬉しいわ。なんなんだよ、私が足を引っ張るなんて。私のせいで。あら、泣いちゃうの？また泣いちゃうの？泣かねえよ。泣かねえけど、こんなの悔しすぎんだろうが。ああ、そそる顔。プルルン、今はそんな。今のは冗談。それじゃあブランちゃん。なんだよ。私がブランちゃんを信仰してあげる。意地っ張りでプライドが高くて生意気で、でも本当は内気で泣き虫な可愛らしいブランちゃんをね。なんだよそりゃ。褒めてんのかけなしてんのか。ネプチューヌ、そういうのってありなの？わからないわ。ブラン、私もあなたを信仰するわ。
信頼のおける友人としてね。私もなんか納得いかないけど、まあ女神の先輩としてならほんの少しだけ進行してあげてもいいかもね。あなたたち力が少しだけだけど、できた、変身できたぜ。なんじゃと。これで一切遠慮なくてめえをぶん殴れるぜ。まったく世話が焼けるんだから。さてこれで正真正銘女神4人よ。こっちのブランちゃんもかわいい。ブムク、よもやこのような事態になろうとは。だがこれは逆に好機。できもしねえこと口にしてんじゃねえぞ。それはどうかの。ルーイーの国家予算を横流しして作った。なんだと。あなた国家予算まで使い込まれてたの。さすがに管理がずさんすぎる。うるせえな。女神どもめ、わしの真の力思い知るがいい。ふん、だっせえスーツ、粉々に砕いてやんぜ。私を本気で怒らせたことはあの世で後悔しやがれ。殺してはダメよ。この男にはいろいろと喋ってもらわないといけないのだから。やっと始まるのね。それじゃあネズミさん、カメラよろしく。ラジャッチョ、今日のあたし本気だから。やあなたどうにかなっちゃうかもね。はぁ、こしゃくな。そうねっと、こしゃくな。始めちゃっていいね。これがいいかしら。ぬるいわ。それやりおる。この一撃に勝負をかける。こしゃくな。ぬるいわ。いつでもいけるぜ。こいつはいけぞ。やりおる。私の番ね。やりおる。くらんなさい。こしゃくな。覚悟はできてるか。ぬるいわ。くらえ。うわ、おらおら。さてどうしようかしら。いっこいわ。ぬるいわ。ぬるいわ。やりおる。やろう。待ってました。可愛がってあげるわ。ほらこれがいい。こしゃくな。ぬるいわ。一気に決めさせてもらう。えい、そこ。こしゃくな。待ってました。いじめがいがありそうね。まだよ、もっといくわ。私の番ね。ひれ伏しなさい。こしゃくな。私で終わりにしてやるぜ。これでも食らいやがれ。ぬるいわ。こしゃくな。さてどうしてくれようかの。かわいがってあげるわ。これがいい。こしゃくな。でもいけるぜ。わらわら。こしゃくな。ふぅ、こしゃくな。さて、どうしようかしら。これがラステーションの女神の本気よ。こいつはちょっと待てよ。行きなさい。こいつ、わしの
わしのパワードスーツが。ちょっと本気を出しすぎちゃったかしら。また一つ成長したわね。気持ちが高ぶっちゃって、もう我慢できないわ。そんなわけで、ルイ特設会場から私ネプテューヌとノワールがお送りしているんですけど、すみませんでした。わしが悪うございました。声が小せえ。もう一回だ。やめて、大きい音立てないで。生意気に人間の言葉なんて喋っちゃって。豚は豚らしく鳴いてればいいのよ。あ、やめ、つま先でチクチクつつくのは。まあね、先ほど放送した通り、この一連のことは全て七賢人の企み。いかがでしょう、解説のノワールさん。はい、そうですね。今更だけど、どうだろうね。あ、テレビの前のお母さん、お子さんの目と耳はしっかり塞いでおいてね。それ思いっきり、ネズミ、もうカメラを止めてくれ。武士の情けじゃ。そんなことしたらどうなるか分かってるわよね。ギュッ、オイラはプルルート様の忠実なひもべっちゅ。はい、お利口さん。それに比べてこっちの豚は。おお、やめて。髪の毛を一本一本抜いていくのはやめて。地味に痛いから。ふん、これくらいにしといてやるか。たく、こんな野郎にいいように踊らされてたなんて、我ながら情けねえぜ。へへ、やっと終わるんですか。あら、ブランちゃんはもう…もう強引にでも閉めちゃった方がいいんじゃないか。そうね。おい、テレビの前のてめえら、二度と私への信仰をやめようとか思うんじゃねえぞ。そん時はこいつと同じ目に合わせてやるからな。それ。誰か助けて。どうにかこうにか全部ひっくる…や、うん、ありがとう。いいっていい。さ、ちょっと、あなたにだけは絶対言わない。このだと。もう大丈夫だよ。私の世界でも昔はこんな感じだったけど。仲良しになんかならない。ほら、見てやがれよ。そん時になって泣きついてきてもおせんだからな。はいはい、空回りして今度は自分自身で国を潰しちゃわないよ。新米の分際でヌートルのくせに。おー、二人ともひねくれてるから時間かかるかもしんないけどね。さて、そんじゃ。そうね、いつまでもこんなやつに付き合ってられないもん。ブランちゃん、バイバーイ。あ、待って。その、だから、時間ができたら遊びに行ってもいい？いつでもいいよ。あ、ほんと？いやー、その表情。いや、そんなんじゃないわよ。わかんないよー、プルルンって。まあ、いつも一緒にいる私。わーわー、引っ張らないでー。あ、またねー。よし、時に
いてたけど、いつものドエスプル変身後のあなたに。それで、かわいい。だから一旦優しくしてから突き放したら、ああ今はそんなこと思ってないよ。あの時はそう思ったってだけで。やっぱドエスプルルの一味違うね。今のセリフプランに聞かせたらどうなるかな。やめてあげて。あいつのことは気に入らないけど、そこまで鬼にはなれないな。